はい、こちらね、皆さんご存知の、ペプシにくっついてたね、スーパーマリオのやつなんですけど、これね、以前も紹介させていただいて、なんだったっけな、ルイージのやつをね、いくつか紹介させていただいたんですけど、こちらね、紹介してなかったのと、ほんで、このマリオをね、紹介してなくて、で、まだね、出てこないんですけど、こんな感じでね、ちらほやぱやぱらね、ダブってるのが出てきたり、まだ紹介してないのが出てきたりするんですけど、これね、以前も僕、このね、マリオのペプシを紹介するときに言ったんですけど、たまにね、僕ね、逃してしまったんですけどね、このペプシシリーズっていっぱいあるじゃないですか。多分知ってると思うんですけど、スター・ウォーズ、ほんで、ペプシマンね。で、いろんな映画作品のやつあるんですけど、その中でもね、スーパーマリオはこのむき出しにされてるやつでも、結構ね、こういうフィギュア系っていうのは、何でもそうなんですけどね、理由はわからないんですよ。こう値段がね、こう上がったり下がったり落ち着いたりとかいろいろあるんですけど、このマリオに関してはね、結構この出された状態でも、こう上がってる時にね、出店しましたら、これ結構1個がね、むき出しの状態で100円とか150円、200円で売れる時があるんですよ。で、かといってね、ちょっと落ち着いたり、ちょっとこう人気がぴょっとなんか下がったら、1個がね、50円とかなるときあるんですけどね、だいたい平均1個50円ぐらいですね。平均ですよ。ほんで、それをね、僕の友達に言ったらね、スマホで調べて、うわ、ペプシって、なんかほとんどがね、正直ね、このむき出しになったやつは、ペプシマンにしろ、スターウォーズにしろね、1個ね、もう、ものによりますよ。平均も、未だにね、10円以下なんですよ。ほとんどがね、未だにね。で、ものによるのと状況によるんですけどね、オークションよくやってる人やったらね、今僕言ってることわかります。ああ、そうやね、って言うと思います。でね、結構ね、このマリオの関係のやつは、今言ってるように、あ、マリオはね、そこそこの、その今言ったね、タイミングを合わせたらですよ。合わせたらいい時だったら、言ってるね、100円とか150円でこの1個が売れる時もあるっていうのを分かってくれると思います。で、それをね、僕、知ってる人に教えたら、これをね、大量にね、カゴの中に入れて売ってる店があるって教えてくれたんで、わ、ほな、僕が行こうと。で、全部ね、僕も買い占めよう思ってそこ行こうとしたら、す でにね、僕がそれ教えたやつが全部買い占めて、全部でね、600個ぐらいあったらしいんですよ。でも、本当は預けて欲しかったんですけど、早いもん勝ちやし、結局僕がその子にね、教えた私が悪いんですよ。で、そんな感じでね、その子は全部600個を買いまして、1個20円で売ってたって言ってましたね、その時はね。ほんで、1万2000じゃないですか。ほんで、それを、オークションでね、いろんな組み合わせ、50個なり30個なりね、ほんで、コンプリートバージョンなりを、やって、1万2000がね、ちょっと待ってくださいね。また後でね。ちょっと待ってくださいね。鼻がね、かいんですよ。また後で。後でね。で、ごめんなさいね。1万2000が、最終的にオークションでね、8万から、8万からね、もう、8万ぐらいになってたやってたかな。なんか、えらい売れたって。んでね、僕にありがとう、ありがとうってね、君のね、僕のその情報が、のおかげでね、ちょっとお小遣い稼ぎができたと。ああ、全然気にせんといてください まあね、要は余計なことを喋った私が悪いんですよ。でもね、その売り場を知ってるのはその人やったんでね、僕はその売ってる場所知らなかったんで、結局、僕も僕でね、一緒なんですよ。要はね、早いか遅かったかだけなんですけどね。で、その人は僕にね、お礼にね、わあ、君がね、いいことを教えてくれたからね、今月いいお小遣いできたわ。よかったらね、言ってね、うまい棒をね、5個もらいました。あ、ありがとうございます。ありがとうございますってね。そんなもんですね。はい、今回ね、スーパーマリオの、ペプシがあればね、50円以下だったらタイミングを合わせたり、スマホで調べてね、個人でちょっと見てみてください。
見たらね、あ、お小遣い稼ぎできるわっていうのがあると思います。ただね、私は好きなんでね、同じものをダブらしたり、まあ、オークションでね、ゲーム関連を売ったりしないんで、その600個をね、もし私が入手してたところでも、いい格好して言うわけじゃないですよ。多分ね、売ってないです、僕。たとえ同じもんがね、いっぱいダブったとしてもね、うん。好きなもんは僕、売らないんですよ。うん。で、たとえね、よく言われるのが、いや、今のうち売っときよ、なんか僕がよくね、この YouTube で、ほら、まあ、例えばですよ、ほら、これね、10円で買ってきたのがね、オークションでは800円になってるんですよ、みたいなね、いろんなことで言ってるわけですけど、ほな、それをね、今のうち売っとかんと、今はね、例えば今言った一例ですけど、800円がね、コーンと下がってね、もう10円になったり、あり得るわけなんですよね。うん。でもね、僕、それやったらそれでいいんですよ。うん。やっぱね、好きなものは売らないです。はい。まあ、こんな感じでね、今回はスーパーマリオでね、ペプシのスーパーマリオでお小遣い稼ぎができますよっていうね、動画の内容を配信させていただきました。またね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひ、ちょっとごめんなさい、片手なんですけどね、今膝に猫ちゃんがいますんで、ちょっとやきもち焼いてるんですよ。またね、チャンネル登録と、コメントの方ね、よろしくお願いいたします。